大門美樹君。大門です。お疲れ様でございます。午前中片山さつき前大臣が来ておられましたけど、自分だけ喋ってどっかに行ってしまいました。まあ、前大臣でね、この最初の提案まとめた方ですから、皆さんの議論をですねしっかり聞いてほしかったんですけれども、ああいう方なのかなと思いますけど、まあ、前回の質疑で最先端技術を利活用した新しい街づくりというのは誰も否定しないと、便利で快適、多くの方が望んでいるのではないかと思いますけれど、ただしですね、今回の丸ごと未来都市、この丸ごとの意味なんですね。で、個人データを丸ごと管理して丸ごとサービスをやろうということなんですけど、それは前回指摘させていただいたように、まあ、今や監視社会と表裏一体になっているということで、便利になればなるほど監視が強まるというような、最先端技術の関係ではそういう社会になってきております。で、前回は歴史学者のハラリさんの見解も引用しながらですね、今回資料の前回申し上げたかったことを簡潔にまとめたのが見つかりましたので、資料にもつけてありますが、ハラリさんの見解ですね。またベストセラーになりました監視社会を書いたデビッド・ライアンさんの新しい近所のですね監視文化の誕生についても、抜粋抜き書きをして、載っけて、あります。これはぜひ大臣やですね村上さんに読んでほしいと思って、わざわざですね、抜き書きしたんで、ぜひ教養を高めてほしいなと思うわけでございます。一番読んでほしいのが片山さんなんですけど、何が問題かと言いますと、データがですね、もう今でもありますけど、サービスごとに分野ごとに集積されるということが今あるわけですね。例えば医療ですよね。お医者さんに通う、患者さんが通う、その方の医療データ、当然病院を持ってますよね。で、提供しますよね。で、サービス、医療サービス受けるわけですね。今だとそれあるわけですね、同意してですね。で、それに例えば顔認証が加わって、病院に入るときはもう診察券をこう入れたりしなくて、顔認証で入れて、で、待ち時間分かるとかね、こうスマホに来るとかね、個別のことで言えば、顔認証も含めて同意をしてということは、まあ、あり得ると思うんですよね。ところが今回は、丸ごとと。丸ごとなんですね。例えば私で言えばお医者さんに行くこともあれば、アマゾンで本を買うこともあればですね、市役所との関係、それぞれのデータを提供してますよね。アマゾンなら本を買うためにクレジットカードを登録して、住所も分かりますよね。それぞれやってるけど、それを丸ごとまとめられることが問題だということを指摘しているわけであります。その個人情報が一点に集約されて、ビッグデータになって、ビッグデータとして分析されて、プロファイリング、この人はどういう人かというプロファイリングをされて、まあ、いわばそのつなげることによって、その人の全情報、全人格がですね、今やもう人格までプロファイリングできますから、人格までこう掌握されるということが、この問題の最大の問題なわけであります。で、それに顔認証とか生体認証まで加わると、街にセンサーですね、カメラというのも、監視カメラというのもセンサーがついて、それぞれのスマホとかとこう一緒になって、行動軌跡まで追いかけられるとなるようなことがいいのかどうかということを、問題提起をしているわけですね。で、データの収集嫌ならば同意しなきゃいいじゃないかというふうに答えられておりますけれども、この丸ごとシティという考え方でいきますと、同意しないと一つのサービスだけじゃなくて、いろんなサービスが連携しておりますので、サービスを受けられないということになるわけで、おのずと自発的にといいますか、同意をせざるを得ないというふうなところにこう誘導する仕組みになっているということであります。それがそこでプライバシーの方が大丈夫かということが、今日も議論があったわけでありますけれども、答弁は個人情報保護法制を守る、個人の同意を得てやりますの繰り返しであります。同じことばっかり言っておられます。
今この個人情報で何が問題になっているかというと、勝手に分析される。で特に今個人情報保護法が議論になっている最中ですけど、一番はクッキーですよね。ご存じだと思いますけど、クッキーというのはインターネットとかで、検索したり閲覧したり、その履歴が一時的に残る、あるいはパスワードがまた使えるというのは、そのクッキーが保存する役割をしているわけですね。これは匿名なんですよね。匿名なんです。名前わからないんです。ところがそのクッキーの情報、クッキーが他の情報と符合されると、その人が特定できるというところまで今技術が進展していて、それがこの間の EU の、保護法制の GDPR とかですね、アメリカのカリフォルニア の、 規制とか、あるいは日本の今回の個人情報保護法の改正の、目指すところは、そのクッキーによる匿名なのに、それが個人が分かるようなところまで進んでいることをどう規制するかというところが今大きなテーマになっているわけですね。ところが GDPR、 EU の方はそれに対して踏み込んだ改正をこの間やってきております。でアメリカもカリフォルニアもそ の、 クッキーの情報について、踏み込もうとしております。ところが今かかっております日本の個人情報保護法制の改正は、そのクッキーというのを個人情報というふうに捉えておりませんので、そこのところがもう不十分というか、前よりは規制の方向なんですけれど、とっても追いついていない状況なんですよね。申し上げたいことは、最先端技術はどん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 進化していてですね、それを世界中の保護法制が、個人情報の保護法制が追いかけてるんですけれど、ずっと後になってるんですよ。日本は特に遅れてるわけですね。その時にこの世界にどこにもないようなですね、こんな丸ごと情報都市スーパーシティを作ろう、いわば先進国で一番個人情報保護が遅れている日本で、先進国で一番緩いですね、こういう丸ごと情報管理社会を作ろうとされているということの恐ろしさ、危険性、これをよくよくお考えになるべきだというふうに思うんですね。だから要するにですね、その個人情報保護法制、守りますと、個人の同意を得てって何度もおっしゃいますけど、それがもう現実に追いついていないんです。それを守っても、今ある遅れたものを守っても守れない世界が来てるんですよ。ですね。そういう認識をまずお持ちでしょうか。村上審議官。お答え申し上げます。懇談会の構想時点でも、その当時の専門家のご意見の方々で言えば、リベラルなオーダーの中で住民の合意を取りながら、どのように使っていくかというようなことで、住民のデータの取り扱いも含めて、そこをしっかりと議論していくということは極めて重要な課題であると認識をされております。またプロファイリング等々データの一元化の議論ございましたが、構想段階ではそのような与党そもそも考えてなかったので、報告書の中であまり触れられておりませんけれども、私どもご説明申し上げているとおり、データ連携基盤でもできるだけデータの一元的管理を行わないと、必要な時に必要なデータの連携共有を進めるような形にすることで、そういったような懸念をできるだけそもそも回避できるような方向性でシステムを考えたいと考えてございます。個人情報保護あり方一般全体については私の立場から十分不十分を申し述べることは避けたいと思いますけれども、いずれにせよ我が国の個人情報保護法制にはしっかりと従った形でデータ連携基盤整備事業者もサービス事業者もこれらの対応の中できちっとやっていただきたいと、このように考えているところでございます。大門君。このお配りいたしました内閣の戦略特区のスーパーシティの資料ですけどね、こういう世界というのは私が申し上げた世界であってね、今おっしゃったように一個一個守っていくということなら、これ実現できません。できません、ですね。で具体的にちょっとお聞きいたしますけれども、資料の2枚目の下の方に中国の広州、これがしょっちゅう出てくるんですね。今回の話で片山さんもこの中国の広州すごいすごいとおっしゃってましたけれども、この広州のこの一体どこがすごいんですか、説明してくれますか。
村上審議官。お答え申し上げます。片山先生も若干おっしゃられておりましたが、すでに2000台以上のサーバーと4000台以上のカメラという膨大な端末をしっかりと渋滞管理や救急車両通行の円滑化などにきっちりと使えて運行実績があると、これだけの膨大なシステムをですね、都市管理できちっと動かしているというところの技術的な先進性というんでしょうか、実績性というんでしょうか、その現場を見たいという思いで私自身も調査団の一員として広州に行かせてまいりました。正直そこで取得されたデータを中国政府がどのようにお使いになられているかは我々の関心の対象外でしたので特段調べてこられませんでしたが、やはりこのような使用実績のある技術、要素技術では決して日本の IT 負けてないと思いますが、やはり実際に使い込まれているかどうかというところで海外に先んじられますと、日本がいざそれを必要とする段階になったときに気がつくと全部海外の技術しか使うものがないということになりかねないのではないかという意味でも、技術がスマートシティの中で使い込まれている現場でその実態と様子を見たいということで広州に行ってまいりました。そうした技術的先進性に着目をして広州については調べさせていただいているところでございます。大門君。これだけじゃなくて村上さんですかね、この新書出てたばっかりですけど、幸福な監視国家中国という本を読まれましたですかね。自分方読んでたって言います、読まれたと思うんですけど、すごい社会なんですね今中国はですね。ございましたようにもう何万台というカメラが街中にあって、しかも日本の隠しカメラみたいにこうひっそりと映すんじゃなくて堂々と映してあんたを見てるぞというような世界ですよね。しかも生体認証から何から、で中国の国民自ら自分でアプリで自分の健康データから何かを全部、自分から提供すると、でその分サービスを受けるということで、すごいある意味ではすごい監視社会でもあるわけですけど、資料のそういう面がサービスだけじゃなくて、いざ何かとあるとですね、東京新聞にございますけども、反体制の人をすぐ摘発できると、民主主義言論を弾圧できるということにも使われる表裏一体な仕組みなわけでありまして、技術が遅れてるとおっしゃいますけど、遅れちゃいけない技術をですね、遅れてもいい技術ともあるんですよね。だからなんか中国だ中国だってちょっとこんな社会を目指すのかということは考えなきゃいけないと思います。中国はなんて言いますかね、国家資本主義みたいなもんでございまして、独裁国家で、ありますから、そういうところがこう好き放題にやってることをですね、すごいすごいってこうやって日本 の, この国会の資料にこんな喜んで紹介するのかなと私は非常に疑問です。もちろんこれアメリカでもですね、ペンタゴンが勝って学生のメールを、勝手に反体制の、ね、学生いないかってやったことありますから、中国だけに限らないのか分かりませんが、こういうことについてよく考えないでですね、こんなもんモデルにする人はないなというふうに思うわけでありますけど、去年の8月30日に片山さんおられたら直接聞きたいぐらいなんですけど、片山さつき前大臣がですね、中国の国家発展改革委員会のトップと、地方創生に関する、日中両国の協力を強化すると、地方創生で協力するという覚書を交わされました。片山さつき前大臣が去年の8月ですね。何のために交わした覚書ですか。村上審議官。お答え申し上げます。ご指摘の地方創生の協力の推進に関する覚書は、片山大臣当時、御自らも中国に赴き現地調査を行った際に、中国政府幹部と二国間で対話をしていた際に、先方の幹部との間で協定締結の話題があり、その後協議を経て2019年8月30日に締結したものでございます。この協定につきまして書かれていることは、基本的には窓口を内閣府地方創生推進事務局と中国国家発展改革委員会の担当部局の間とすると、その間で定期的に協議をするということで、何を協力内容とする
するかこれから議論しましょうということになっていたところ、今回のような状況でその協議自身が現状一部一時中断をしてございますので、その協力内容の具体化については今後正常化を待った上で中国政府側とまた相談をするとこういう状況でございます。大門君、これ他の国と雇用が交わしてないですよね。中国だけですよね。なぜ中国だけと、中身はこれからにしろですね、地方創生とかこういうものについて、中国と特にですね交わす必要があったのかと。それで私手元にその時の覚書がありますけれどですね、何が書いてあるかというと、もちろんこれからだってことはあるんですけど、双方はですね日中両国のモデル地区、日本はスーパーシティ、中国は国家級新区、新しい区、国家級新区に関する相互理解の重要性を認識し、今後の在り方について協議していくことで一致したと。なぜ中国とこれを協議する必要があるのかと、日本のスーパーシティをですね、大変な疑問があるわけですけど、今のところやろうと思ったことはやれない段階なんで、いろいろ答えられないと思いますが、その時の記者会見で片山さんはですね、何をおっしゃってるかというと、要するに先ほどの話ですね、日本はこういう点ではIT デジタル技術は中国に遅れてると。で、我々としては日本中の地方の村の宝を中国に積極的に売りたいと、日本の特産物、農産物等々ですかね、輸出をしたいと。で、インバウンドでも来てほしいと。で、お互い国家戦略特区とかうんぬんってあるんですけれど、そういう関係を続けたいと。で、よく考えてみると、このスーパーシティ構想に関わりますビッグデータ扱うノウハウ、 IT の最先端の技術というのは今持っているのは日本単独では無理ですね。もう認めておられている遅れてます。海外の大手 IT 企業の力を借りるしかこのスーパーシティも実際にはいろいろやれないということになると思います。それを考えますと、今それがやれるのは、連携してやれるのはアメリカのGAFAですよね。特にグーグルではないかと想定されるのは、もう一つは中国のバスですね、バスですね、アリババ、ファーウェイかとかいくつかありますよね。それをまとめたのがバスっていう言い方するんですが、特にアリババではないかと思うんですよね。つまりわざわざ中国とこういう覚書を結ぶというのは、当然ですね、中国からはその IT 技術を提供してもらって連携していくと。広州はアリババがやってますよね。で、トロントはグーグルですよね。だからそういう IT 大企業の力を借りて日本でもやる。その点でいくと、中国との連携を視野に入れた覚書ということではなかったんですか。村上審議官。お答え申し上げます。ご指摘をいただいた技術的知見における専門家間での知見の交流ということは少なくともあるだろうと。中国とたまたま経緯で最初に中国ということになりましたが、地方創生でいきますと韓国とも結んでおりますし、本来私どもインド、イスラエル、欧米すべてやりたいということで動いておりましたんですけれども、残念ながらちょっとそこまで私どもの手が及ばなかったというのが経緯論としては実態でございます。連携をどこまで考えているかという点でございますけれども、これも当時の経緯で言いますと、特に中国側が第三国に対していろいろな協力をしていくときに一緒にやりませんかというアジェンダをいただいておりまして、内容次第とは思いつつも、彼らのテクノロジーをマレーシアが実際に購入するしないといったような話も当時あったものですから、そういったような形での連携をすることはあるかもしれないという議論にはなっておりましたけれども、結局のところどういう協力内容とするかは議論が中断しているので、今後検討するというような状況でございます。大門君。実は竹中平蔵さんの、いろんなところ、大阪でのシンポジウムを含めて有識者会議の発言ほとんど読みましたけど、そこに中国が何でも出てくるんですね。ですから、中国の IT 技術と連携して日本のスーパーシティという一つの選択、少なくとも一つの選択肢ではね、あるんではないかというふうに思います。その点で申し上げたいのはですね、技術というものと、どういう社会を目指すのか、どういう社会がであるべきかということは表裏一体でありまして、先ほど申し上げましたけれど、アメリカはガーファに見られる民間主導で分散型の競争でやってまいりましたよね。
中国の場合は先ほど申した 国家資本主義といいますか、官民で一体となってね、この技術開発をもちろん中国の中でも競争させるわけですけれども、全体としては一体となってきたわけでありまして、そういう、まあ、しかもですね、中国の場合は、本当にあの民主主義を抑圧して一党独裁の国でありますから、そういう国が一生懸命開発した技術とですね、後で申し上げますけれど、これからの技術のあり方なんですけれど、分散型の、個人のプライバシーを守る技術のあり方というのはおのずと違うわけですね。ですからそういう技術のあり方も含めて、もうちょっと何て言いますかね、本当にもっと深く考えた分析をしてですね、IT、これからのスーパーシティ考えないと、中国のそんな変な技術をですね、学ぶ必要ないんですよね。もっとこれからの、プライバシーと両立するような、 その技術ってまたあるんですよね。それを、そういう点では大変心配な方向に今いってるんではないかと思います。でその点で、日本でもしも最先端技術を取り入れた街づくりを考える場合ですね、参考になる国とか街が他にないのかというと、私はこれはもちろん政府の資料にも載っておりましたが、バルセロナではないかと一つ思っております。で時間の関係でこちらで簡単に言いますけど、トロントはですね、前回もご指摘させてもらったように、住民の反対運動がたくさん起きて結局頓挫してしまいました。財政の問題もありますけれどね、なぜ起きたかというと、やっぱり民間企業グーグルがですね、個人データを握るというところに対する反発とかですね、住民ときちっと話をしてこなかったというのがあるわけですね。ところがスペインのバルセロナの場合は長い間かけて住民との話し合いで、そのセンシティブなところはもう触れないと、そういうデータをやるんじゃなくて、本当の交通のみんなが喜ぶことだけに技術を生かしましょうということでやってるんで、反発がないんですよね。何が重要かというと、今日も議論ございましたけど、森友子さんとか福島さんがありましたけど、その住民合意のあり方が今回ですね、担保されてないと。だからこのままいくと、バルセロナじゃなくてトロントになってしまいますよということなんです。で先ほどありました区域会議に、今のところこれ区域会議というのは特区担当大臣首長事業者ですよね。でこれだけで構成するんじゃなくって、この構成の中にですね、選び方はいろいろあるかと思いますが、住民代表必ず入れると、区域会議の中に入ってもらうということをやるだけで、いろんなプライバシーの問題が心配されている問題がね、しかも話し合い時間かかってもいいと思うんですよね。そういうことに、資するようなことをやっぱり考える人があるんではないかと思うんです。で竹中平蔵さんがですね、有識者会議でこんなこと言ってるんですね。グリーンフィールドがいいと、つまり何もないところに新しい町を作った方が住民の抵抗が少ないと、そういう言い方をされてるんですね。つまり新しい町を作ってサービス、監視社会だけどサービスをしますと、それでよければ住んでくださいということだったら、住みたいってところで住民合意を取りますから、それが一番いいやり方だと、抵抗のないやり方だと。今までにある町に導入すると抵抗が起きるというようなことをおっしゃってて、ここに現れてるですね、住民の主権とか、住民合意を無視するような発想でね、このスーパーシティというのは構想が練られてきたんじゃないかと思うわけであります。で逆にグリーンフィールドで新しい町にそういうものを作ったとしてもですね、最初は分かりましたと、このサービスならプライバシー、自分の情報を提供しますって入居されて移ってこられたとしても、どんどん進化しますよね。その途中でやっぱりこのサービス嫌ですと、そしたらそこから出ていけるのかと、他の町に住みて出ていけるのかと、できないですよね。そういうことも考えると、住民の合意とかそういうものはずっと確保されなければいけないものだというようなですね、ことも含めてもっともっと深く考えなきゃいけない点でいくと、森友子さんや福島さんがあった通り、もうこれ欠陥法案ですね。かえってこんなことを進めると大反対運動があちこちで起きて、結局実現できないというような欠陥法案ですから、本当にもうこれ撤回した方がいいですよ。本当に考え直したらいいと思いますよね。大臣うなずいておられますけど、本当に考え直したらいいということは申し上げておきたいと思います。で一応3個まで配りましたので、資料の6枚目はですね、はい、資料の6枚目はこの前
申し上げたハラリさんのやつです。7枚目はあのデビッド・ライアンさんの監視文化です。で、最後は先ほど申し上げましたそういう監視社会じゃなくてですね、データと、プライバシー両立するようなことを考えるのが日本企業のこれからの在り方だということを田中道明さんが提案されておりますので、こういうものをきちっと読んでですね、もう一遍この法案は出し直すということを求めて私の質問を終わります。